ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、結界師について、技のかけ方について説明するわ。まあ、言葉で説明するにはむちゃくちゃ簡単だけど、全部つなげても一言だからな。その分、修行が大変だけどね。うん、時音は子供の頃失敗して傷残してるぜ。かわいそう、女の子に傷なんて、それだけ厳しい世界なんだね。しかも家の近くで、食住接近すぎるぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まず、カラス森自体が大変な場所よね。妖怪が力をつけるからな。ワンダーランドみたいね。来るなら入場料払ってほしいわ。エステとかサウナ並みに。力がつくんなら高くてもいいぜ。7500円ぐらいじゃないかしら。いい線だな。っていうか、そんなシチュエーションの場所なのに、少年少女に任せているのね。ある意味怖いぜ。責任ないからね。お笑いでも学校出て最速で23か24くらいよ。30代でようやく売れるってザラだぜ。それを吉森くんは小学3年生からって。まだ低学年よ。少年野球チームも4年生からなのに。3年はまだ幼すぎるぜ。でも、もう技が使えるのね。そうだ、一人前に。料理教室ならみじん切りができるレベルね。いや、かつらむきかも。まあまあレベルが高いんだぜ。結界師の技が完璧に使えるからね。隣にライバルみたいなお姉ちゃんがいたからね。吉森くん一人では無理よ。時音はいい見本になっていたのね。そうかもな。2歳上ってちょうどいいわよ。微妙に中学や高校で絡むからな。でも、吉森、子供だからメンタルが弱いんだぜ。敵の仕掛けに騙されやすいわね。コロッとやられちゃうからね。時音もまだ子供で、カバーしきれないしな。3年生と5年生なんて、どこの子供かいよ。ハロウィンでお菓子をもらうのが精一杯だわ。お小遣いも安かったしな。そうよ。5年生で500円よ。ファーストフードにも行けないわ。でも、みんなそんなレベルだったよ。3000円もらってるやつはヒーローだったな。吉森くんは意外ともらってそう。お父さんが甘そうだからな。時音ちゃんは厳しそう。小遣い少なそうっていうか、なさそうね。お金を渡されるより物を渡されるタイプかも。おばあちゃんが厳しそうだからな。お母さん笑ってるだけだしね。そんな中、技覚えるってすごいね。結果的に英才教育だぜ。子供が技を覚えるって体操みたいね。英語とかと一緒で、子供の方が覚えやすいかも。ある意味、超マニアックな世界だけどね。それで吉森をかばって怪我をするな。ほんと、リスクの高い世界みたい。命がちらつく世界だからな。時音ちゃんのお父さんも命落としてるからね。あれはトラウマかも。吉森のために、時音が傷ついたのもトラウマだぜ。あれは引きずるよね。ちょっと性格変わっちゃったもん。時音に対する申し訳なさがな。結局、結界師の技はこれだけなの？彼らは子供だから基礎集中してるの？一巻の最初の説明もこれだけだけど。わずか一段だけだぜ。短いわね。それで彼らの力もわかるって。裏界の人は、大胆な攻撃技を使うけどな。吉森くんたちは基本集中型ってわけね。吉森は資格を作って修行してるぜ。その中に入ってバケツを乗せてって。これがベーシックな修行なの？資格を安定させるのが難しいかもな。作るだけでも大変そう。時音の最初の登場シーンも、よく考えたらおかしいけどね。木の枝に乗っかっているシーンだな。簡単そうに見えるけど、普通の女の子にあれは無理よ。意外と高いし、枝はくにゃっとなってるし、あの上に座るって難しすぎるよ。漫画的表現も入ってるけどな。それだけ体幹がしっかりしてるのね。だから、漫画で体幹っていうのはな。いいじゃない、結界師で体幹すっきりってお金取れそう。おばあちゃんもしっかりしてそうだし。あのババア強そうだな。女子プロレスラーだったら現役よ。それだけ結界師がすごいんだけどね。でも、あのお笑い怪獣の方が、2歳上だな。何？現実の人の方がすごいって。今は60代の人も強いのね。基礎がしっかりしてるんだな。普通のお母さんは本当に普通だけど、吉森くんのお父さんも普通だわ。関係ない人は普通なのね。特別感があるんだろうな。時音ちゃんが倒れた時にできた傷も素人を超えているわ。まあ、あの時はやられたって感じだからな。吉森くんの泣き叫ぶ顔が異常だったわ。
看病しているお母さんは冷静だったけど、ある程度覚悟はできてるんだぜ。あの普通のお母さんが、ま、旦那も亡くしているからね。逆にあのお母さんが異常に強いかも。普通の生活にこんなことないからね。あの時のアニメのタイトルも右腕の傷だったからね。それだけインパクト強かったんだ。あの手の傷、痛そうだからね。一発のミスで、塗って、F1 レーサーか。吉森くんも、いつあの世に行くかわからないわね。だから修行に気合を入れるんだ。中学生になった吉森くんの体を見たら、傷だらけだったわ。相当痛いだろうな。あれは、塩系の温泉は入れないわね。海水浴も辛そう。それだけプロ根性が増大しているんだ。あいつが傷つくのを見たくないってかっこいいじゃない。黙って自分が傷ついているところが。時音も吉森に任せるようになったからな。吉森くんはそれが嬉しいのよ。吉森は時音を、二度と傷つけないと誓うぜ。男だなぁ。まだ中二で子供だけど。時音ちゃんから見たら、子供ね。時音が学校行くとき、もう女性って感じだからな。吉森くんは、どう見たって厨房。男はいつまで経っても子供だぜ。そうよね。吉森がケーキを作るところは完全に子供だぜ。そうねえ、あんなにウキウキして。ケーキを作るコツもいっぱい持ってそうだわ。男だらけの家で、あのスキルは高レベルだぜ。うん、ケーキの技も高いわね。お菓子で城を作るって、現実的に思ってるからな。冷静に考えたらバカよね。バカだな。でも主人公はこれぐらいバカがいいのよ。それじゃ、今回の動画はここまで。二人とも基本の技を完璧にマスターしてるのね。やっぱりそれが大事なのね。基本が第一だからな。しっかり基本を守るように。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録などしてくれると嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。